はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は本日配信のイベントクエスト代表的百竜夜行に挑戦し、報酬も確認したいと思います。このクエストで新しい重ね着装備が作成できるそうです。開幕反撃のドラ来るよ。今回の装備は以前ご紹介させていただきました砲三段のライトボウガンです。役目を果たせよ。バリスタや大砲は使わないでラフに狩猟していきたいと思います。痛い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 。気合と共に弾装填。アンジャナフいる。アンジャナフはまずい。壊れないように、壊される前に、よし、そしょっけいなるが、レイヤーが来ましたね。レイヤーはひたすら頭を打ってきます。いや、ほんといいダメージ。ただこれであと反撃のドラが残り20秒、次の群れを討伐できるかできないかって感じですよね。来てますけど、あと10秒、もっと早く来てくれるかな。あ、終わっちゃいました。終わっちゃいましたが、それでもね、複数体をまとめて撃てるのでこの装備は本当に楽です。砦を破壊される前にアンジャナフを止めたい。ソリュー、いきまーす。よいしょ。この送流もできれば巻き込んでね、やっていきたいので、少しずつ押してます。毛のシルムに寄せるように、相手。こっちも寄せられちゃった。はい。いけたかな？いけましたー。よし。アンジャナフ、アンジャナフ。よしよし。オッケー、ヒルミー。ナイスナイス。サブ任務に落とし物を拾うがあるんで、一応落とし物も拾っておきます。進行中です。ただこの百竜夜行2ウェーブしかないので、足りるかどうかは分かりません。よしよし。ドラマだかな。よいしょ。あ、来ました、反撃のドラ。ひたすらアンジャナフ、オッケイ。よし、レイヤ総流。いやー、これ当てるの難しい。近くに寄って、オッケイ。よしよし。で、アンジャナフ。あアンジャナフとかね、ほんと、基地を壊す系のモンスターって、やった！ハンターとか完全無視して、砦に行くんで、総流で当てづらいですよね。オッケイ！撃ちまーす。百竜夜行の砲三ライトボガン、本当に楽ですし、音がいいので、爽快感もあるんですよね。やっと、この装備に変えてから、ソロ百竜夜行もかなり気楽にできるようになったかなと思ってます。数値が気持ちいい。オッケイ。落とし物。落とし物4つか。第2波襲来。このクエスト、主とか出てくるタイプの百竜夜行じゃないので、2ウェーブで終わります。なので、これで終わりです。頑張ります。最初ね、ちょっとね、ダメージが出ないので、少し、辛くはあるんですが、こうやって、八つ叩きの前を、八つ叩きを縦にするように前を歩いていくとかなり、楽なんですよね。同時にバゼルギウスとかも巻き込んで攻撃を与えることができるので、
よいしょ。かなり安全です。百竜夜行においての八ヶ岳は盾です。ギガレックス来た。痛い危ない危ない。盾がなくなっちゃいましたからね。きっちりと避けて行ってきます。弱った。反撃ののろしが耐えてなくても全然いけますよね。あ、総竜、これ届きますか届かないよね。じゃあこうだ。オッケー。現れないので壁にぶつけまーす。よいしょ。落とし物落とし物。よしよし、オッケー。撃って撃って撃って。壁壁、あーいた盾を通り過ぎましたね。よいしょ。これは壊されちゃうかな。やった、いいダメージ。壊されたのでここで日の絵とミノトちゃんを出しまーす。はい、お願いします。ナイスー。ミノトと日の絵本当に強い。よいしょ、オッケー。よいしょ。どっかで不言も使いたいですよね。さあ立て立て、オッケーオッケー。ティガレックスは日の絵とミノトにやられちゃいましたオッケー。落とし物落とし物、意外と集まりそうですよね。あと4つ。よいしょ。危ない危ない。やつかたきやつかたき、ゴーゴー。よいしょ、いいよー。あ、弱んない。あれ使っちゃいますか。はい、豪華にいきます。豪華に激流砲。あれ外した外した、もしや外した、外した説ある。よいしょ。あ、今ので8000ダメージずつ与えることができるのでモンスターが固まってる場所を狙うといいと思います。総竜八ヶ岳、よーよいしょ。こうやってまとめてやれるとすごい楽しいですよね。あ、ちょ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 、オッケー。落とし物、あと落とし物3つですね。どっかあるかな。ジンオが来た。この近くに来たタイミングで不言を召喚しようと思います。ケイン頼むよ、不言。そして反撃ののろし、ナイスー。いやー、ダウンは美味しすぎる。そして肉質が柔らかすぎる。いいよー。あ、もう超えちゃった鬼人の粉塵巻き込みながら撃ちまーす。よいしょ。多分この百竜夜行はこの大物陣王が討伐したら閉幕するはずです。やっと、ま、とはいえね、巻き込めるのであれば周りも巻き込んだ方が危なくないですよね。おっと危ない。
しょ、巻き込んで巻き込んで撃ちます。弱ってる、お疲れ様です。これ後から拾っても落とし物って反映されるんですかね。ダメかな、とか落とし物ないですかね。ないかな。あ、落とし物いけました。クエストが終わってからも落とし物のサブ任務は遂行できるみたいです。エスカー、いやでもバリスタ大砲使わずソロ S 取れるなら全然いいですよね。12分で報酬は5はない、5も6もない。原初の功績、英雄ハンターが駆け出しだった頃最初に手にしたと言われる功績、重ね着の素材になる。今回作成できる重ね着装備はモンスターハンターワールドでもあったオリジンシリーズです。これはねめちゃめちゃ人気がある重ね着装備なんですよ。ただ銀車の鉱石は合計5枚必要です。百竜夜行1周あたり2枚か3枚ゲットできるので、運が良ければ2周、運が悪いと3周かかるっていう感じです。ちなみに私は223と出たんで3周かかりました。色もねがっつり変更することができます。黒とか茶色とかね。いやー、かなりシックなハンターになりませんか。この装備ね、ほんとザ・ハンターって感じでめっちゃかっこいいんですよ。女性もめちゃめちゃかっこいいんですけど、男性ハンターにはね特に似合う重ね着装備なんです。個人の好みなんですが、腰装備はない方がスタイリッシュなので私は好きだなと思います。ぜひ皆さんも作成してみてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの動画も出していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。